どうも皆さん、ハコンバンチャーです。パパスです。今日は VWE25 キャラバンさんのなんて言ったらエアコンフィルターはもともと入ってないんですけど、エアコンフィルターを入れる方法じゃないけど作る方法、フィルターをちゃんとね入るように、まあなしを、まあ、ありに簡単に言ったらそんな感じで今日は社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。この辺の外す動画は、はい、そうですね、前の方が良かったかな、はい、とりあえず、はい、プラスプラス、ここの下にプラスがあります。反対側にも、うんとりあえずこれ、はい、プラス外してもらって、うん、2本ですね、はい、グローボックスのところに何本か、はい、4枚な、とりあえず上4、はい、こいつはこの R がついた方が前やから、はい、向きがあるから、はい、で上がこれ、はい、今全体、はい、一体で外れます。これちょっと大変かな。でここが、はい、これです、うん、フィルターのつくであろうっていう、はい、はい、はい、こいつを、はい、これが蓋で、うん、これが止めて、うん、フィルターがこの2つに分かれてるやつがこの中に入るようになってますね、はい、うん、これがまあないけど、とりあえず、はい、あれ入れへん、ここ切らなきゃね。はい。ヘッドの差し込みやから、この辺でちょっと。ほんまは、はい、ここだけでいいんだけどな、金が。うん、うん。うん。ちょっと、うん、邪魔になるから、もう、この辺で切っておくわ。はい。な。だから、あの下の、グローボックスのこの差し込みだけ、うん、ちょっとの残すような感じで。はい。だから、神経質な人はここに鉄板を凍った方がいいかもからな、うん、多分鉄板の場合はここからブチッと切らなかった、うんうん、穴開けないとか、うん、これはもうポイで、はい、で、ここを切らなかったんだけど、どっちを切ったらいいかな、やっぱり中やかな、うんうん、すごい、すごい、やっぱり中すんやな、うん、はい、センサーを、うん、カッターの刃はシンプルの、はい、はい、こうなんか固まってる、ここってそこだけなんかありますね、うん、中に何か入っとったら嫌やからな、うん、結構やろかいよ、うん、ここ怖いな、ほんまに綺麗に切れるな、うん、
このままこう入れると、うん、いや入れへん、うん、だから一個一個入れなあかんから、はい、アップアップで一緒やから、はい、これが、はい、この上の奥に引っかかりが、あ、ほんまや、見えな、これチョボがあるチョボがあるの、はい、で、入れ方としては、はい、上に入れて、はい、あのチョボに当てたら止まりや、な、ほんまや、でこの際を持っといて今度下のこのレールに合わせて、うん、これですね、うん、奥に回ったらそこにちゃんと入れへんかったら、あー、これで入るかな、オッケーオッケー、ちゃんと取んのとかないんやな、これな、よっしゃ、ね、なんかアップにアップしたらこういう感じね、アップにアップ、上から入れてここ入れんな、あ、こうか、ちょっとしならして、うん、しならしてね、うん、こういう感じですね、はい、で入れてこの決めにの引っかかっちゃう、うん、結構大変やねこれね、で、ね、あ、押したら入れるな、うん、うん、はい、ここを隙間ないようにしっかり入れてます、はい、ペドちゃん、はい、これやな、上下で一緒やわ、はい、でまず、うんうん、はい、まず上のこの上側に、はい、ここに当たりな、はい、当たりにやってここをキュッと当てながらな、でこのレールがあるからレールにこのレールを合わさなあかんと思うねんな、うん、でアップアップで、でこいつな、こいつとこいつを入れ込んでこの下のレールに合わさんかったらさっきみたいに入れへんから、うん、で最後やな、最後パチンといけそうな、よっしゃやって、うん、最後はこの出っ張りを乗り越えさせる、はい、で、はい、これは差し込んで、うん、な、うん、この上に2個こいつが刺さる穴があるから、はい、うん、これ見たら分かるけど、うん、分かんな、出てくる、うん、でこれをパチッと、はい、でここでパチやね、うん、うん、これやね、で、こいつがパチッと入って、はい、こっちの方やりやすい、あ、こっちしか入れへんわ、あ、そうなんや、これは、あ、入るわ、入るけど、ちょっとここやりにくいから、うん、この、はい、ちょっと隙間があるかけてもうて、硬い、うん、皿は硬いな、はい、パチッとはめることあるから、はい、取るときはこの隙間に取れへんけど、ここにピュンとやったら、はい、パン飛ぶから飛べへんでしょ、ね、ラブさんように気をつけて、うん、まあ神経質な人は2つ入れてもいいし、はい、こんな感じで、うん、こっちはだからはめにくいな、うん、だから1個やねんな、絶対こう差し込まない、ここね、うん、はい、これからだから次1回以前の動画で清掃してんのかなみたいな、はい、うん、だからまあ、はい、これで問題なく詰まりがなくなるというね、よかった、フィルター交換もできるし、はい、うん、いいですね、うん、忘れがちがこれやね、そう、うん、忘れがちがこれやから、うん、まあ、心配なのがここがないから、そうですね、こいつが、こいつ、こいつやな、はい、これが左右あるのが、はい、ちゃんとこっち側だけの感じですね、確かにちょっと靴だけ、うん、るかな、はい、うん、うん、うん、そうやな、そうですね、うん、うん、入るわ、はい、こっちも入るわ、よかった、うん、はい、うん、
あとはもう、はい、下2本、はい、上、はい、でこいつは取り付けが逆にしたら付けへんのだから、はい、R ついてる方が手前ですね、うん、逆じゃないな、うん、そうそうそう、うん、これが手前、はい、うん、これはまあ、はい、つけていってくださいバラシャ取るんで、はい、今日はこんな感じでキャラバンさんの、まあ、エアコンフィルターがないバージョンですねにつけていくっていう作業をしていきました。よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。